ロッカールームという名の30秒間の反省会です。それでは今回の反省を、放送の反省をしたいと思います。それではスタート。反省すべきは石川海人君です。いやもう本当そうなんですよ。今日なんか落ち着きがない。すごい。どうしたん？前回、うん、あのすみれさんがいらっしゃって、うん、テンパった分今日取り戻そうと思ったんですけど、うん、なんか落ち着きがなすぎて変な感じになってる。そんなことを最初調子良かったのにね。うん、調子良かった。また噛まないし。あれで調子乗った。いやあそこが今日の一番輝いてたところだね。あそこがピーク、あそこがピーク、超すげえって思ってたけど、あそこが家族で元気全部使っちゃったから。ダメだ、ちゃんとやなきゃダメだよ。ゾウさんのミルクティーのパッケージのハイキュー、ちょっとやめてよ。見えない石川海人が言うから思えるだけで、俺が言うから。そういう意図はないよ多分。石川海人が紹介したからか。本人にそういう意図がなかったとしてもそう聞こえちゃうんだよ。よーし、じゃあ今日の僕の反省は自分を客観視するってことですね。お、今日よーずれちゃったよ、マジで。何なんだよ、今日。もう帰ろう。バイバイ。バイバイ。バイバイ。